オロチマル江戸転生は作るべきではなかった。これに対する読者の反応を見ていくぜ。便利なのに。なんで？ああ違うの違うの、それだけで終わりじゃないんだな。戦乱の世代は価値観がさ。封印してたのを勝手に掘り起こしておいてこいつ。本当に不思議に思っている。戦争のルール決めるのに超良いだろ。いくら私でも死体爆弾は引くわ。他の国の奴らだって負けず劣らずなのに。術の難度自体は飛来神とかの方がよっぽど難しいんだろうな。しかしなぜ万全の状態で復活を？デメリットにしかならないはず。卑劣様って割と言葉とか感情が素直に出るよね。でも卑劣様解できなかったんだよね。アニジャが止めなかったらオロチマルどうにかするつもりだったよ。こんな術。精度上げても逆らえるようになっても自分のスペックを高めて抑えるって発想割と好き。マダラができたんだから卑劣様が江戸転生解除できないわけないよね。マダラの回使ったタイミングから考えるに術師の側がコントロールを失うような状況にならなきゃ使えないのでは？卑劣式なら転生体のコントロールができなくなることないしな。猿は一体どんな教育したんだ？オロチマルが柱間細胞でパワー上げてたので動けぬ、したからな。それなかったら縛れてなかったが、まあなかったらこの白寿司の時みたいに劣化で復活させるんだろう。ただこの場合でも柱間の方はこれ今の私でも無理だってなってたので危なかった。心の底から理解できてない時のリアクション。死者死液にしろ死体爆弾にしろ作るべきじゃない術なのはその通りなのに、こいつ卑劣様が登場してからオロチマルが常識人化していって耐えられない。柱間だけこいつその場で井戸展開できるって言われてるのがひどい。柱間も扉間も力全力じゃないし。言っても9割ぐらい。オロチマル作るべき術ではなかった。柱間あまりいい術とは言えんな。認識の差。猿こんな術。実際卑劣様だってこの術ないわって分かってたからちゃんと封印してたでしょうが。オロチマルの使い方がって話見るけど、この時ちゃんと制御機構仕込んでるから危険性ちゃんと理解してるよね。ガハハハハ。猿もまあまあボロクソ言ってるよね。柱間が切れなくてもオロチマルが縛りを強めれば扉間止められるよな。わしを攻めるのか？やろうと思えば柱間以外の火影をある程度の力保たせたまま自分の隙に操れる時点で相当イカれてる。人間爆弾なんかよりずっと脅威だわ。柱間本人も自分の細胞がなんかおかしいのは認識してることがわかる一幕。なんとなくこの歯落としの時の江戸転生は三代目に研究の成果を見せるためだって思ってきた。本当の使い方知ってても誰江戸転してもいい使い道じゃなくて、火影たちならではの使い方を示したかったんじゃないかなと。なんか便利術くらいの認識だけど、死後の世界にアクセスして死者を呼べるのめちゃくちゃ大事だよね。世界そのものを揺るがす大発見だし、神様の権能じゃん。オロチマル的には戦火の方が研究の副産物で、知ってたとしても爆弾やる理由があんまりない。サスケに歴史の授業してほしいから力を抑えてただけで、マダラ戦ではほぼ 100% 出してるんじゃないの？マダラが最速の人が見る影もないって言ってるから結構落ちてると思う。マダラは裏技で全盛期以上の力持ってるけど、柱間はマダラと戦ってしばらく経った後の死んだ時の状態だから、それもあるとは思うよ。生贄が良くないよ生贄が。資金とかで代用できないかな。別に人間呼ぶ必要もないから、鶏生贄に鶏召喚して不死身の無限歩行爆弾として敵の里練り歩かせればいいだけだよね。真珠や陸道にかなり近い性質の術ということが判明して、こいつヤバい感が高まった。完全に制御できるまで力落とした柱までも最低猿と互角以上の強さはあるからな。完全じゃないにしても歴代影を戦力として保存可能で、里の戦力って観点ならそれをやらないのはもったいない気がする。少なくともフルパワーは出せてない。マダラレビューだからかなり信用できる。術者殺しても止まらないって部分最高にクソ術。飛来神の術のマーキングも死んでも消えないし、卑劣様マジ卑劣。卑劣様はマジ卑劣だけど、ちゃんとヤバいのは禁術にしてしまっておく倫理観あるのがいいよね。オロチマル様って自分よりおかしい人ばっかり見て、客観的に自分見れるようになってったよね。マダラと扉間も天が俺に味方したってマダラが言うくらいには白昼してる。アニジェは知らん。イズナが万華鏡出す前に殺したから、万華鏡出されるとさすがにきつそう。マダラはイズナの車輪ガン移植して永遠の万華鏡になってるし、万華鏡出してるんじゃね。扉間とイズナは人だけど、マダラとアニジェは怪獣だからな。単に扉間より強いってだけじゃなくて、あいつ卑劣理解度高くて徹底してるから付け入る隙がない。よっしゃか。
いやこのタイミングで扉間は攻撃してくるんだったわ。お互いにめちゃくちゃ詳しいアンチみたいな関係。未だ卑劣切り、未だ卑劣切り回避。週末の谷でも柱間だってギリギリだし大差ついてるわけじゃないんだよな。一歩届かないくらいだから余計こじらせる。弱らせるまで生かして説得する気でいたからどうだろう。マダラ殺す気になった瞬間殺しかけたし。あの柱間をチャクラ切れまで追い込んだのがマダラ。もう完全に二人だけの世界。ここの二代目の何がいけないのか全然わかってない感じ好き。ガチのサイコパスなんやなって。本当の使い方を教えてやろう。お前もその恩恵受けて三代目殺せたやんけ。爆弾呼び出すだけやん。江戸天した奴に石を持たせるオロチマルが悪い。二代目とか有能すぎやろ。春味、影分身、江戸天とかこいつなんなん。なお倫理観。そもそも特攻爆弾テロやらせるための術だろ。石持たせたり江戸天外しさせるのは想定外なんやないの。こ、う、や、る、の、だ。江戸天で蘇ったやつって本物なん。生前の石とか関係なしに召喚者に逆らえないのはモンスターボールで捕まったポケモンみたいな感じ。天球とか言うあるべくしてある術。ただの含み張りを完全体質能でガードするビビリ。一番闇深いのは初代ですら確かにあまりいい術ではないみたいな言うほど否定的じゃない言い方してることなんだよな。初代は身内に甘い性格だからね。わしの忍術に変な改造加えたやつが悪いのでは。でもすごい強いよね。マダラが解除したけど二代目のまんまの運用なら解除の因すら結ばせないよな。二代目、有能。契約解除の因知っていればってやつはいかんでしょ。致命的すぎる。本来の使い方しない方が悪い。この白寿司の時に本来の使い方を卑劣にしてもらえば腕プランプランになることもなかったんやない？わしの禁術とは何だったのか。卑劣は生き返ったマダラに生前とは見る影もないと一蹴されてるから、精度上がったとはいえまだまだ本来には届いてないのでは。卑劣様とマダラの関係がお互いに詳しいアンチで草。リンネガンとモクトンつけて全盛期以上に仕上げておいた江戸天マダラを押さえつける柱間はさ、扉間視点で普通に使うなら適当に蘇生させて情報抜いてから爆弾にして送りつけるだけなんだし何ら脅威になんないもん。オロチマルが火影4人江戸天した時に扉間が言った通り強いやつを生前に近づけすぎたら最悪術者が操れなくなるって欠点もある。この時は柱間細胞ブーストで縛ったけどなかったら縛れなかっただろうし。柱間が江戸天生のことはあんまり良くない術だな程度の扱いだったのは、柱間も戦乱の時代を生きてきた人なんだなぁと思わせられて良い描写だと思う。盗み出して悪用したお前が言うなって思うのと同時に説得力も湧く一言。え？便利でしょ？くらいにしか思ってなさそう。何がって終盤やっと倒したマダラをもう一回江戸天させようとしてること。それには生贄がいるではないか、年ごく真っ当な柱間に。そんなこと言ってる場合かとその辺のやつ生贄にする気満々の卑劣様。わしは動く、お阻止された後に隙を見て契約解除の縁結ばなかったのなぞ。本来の使い方なら離反されることもないし、二代目視点からすれば勝手に改良しといて何言ってるのか？って感じよね。